改札口構内とホーム構内にある車両基地西唐津駅は佐賀県唐津市新田市2丁目にある九州旅客鉄道唐津線の駅である。駅番号は JK21 同線の終着駅となっている。筑肥線の東側区間を運行する列車のうち半数以上の列車が当駅まで乗り入れる。また朝夕には筑肥線の西側区間の列車も乗り入れる。 佐賀県最北端の駅で、県内では、最も遅く最終列車が到着する駅である。単式ホーム一面一線を持つ、地上駅であるが、校内は広く、ホームの内服本線が2本と側線が多数ある。これらの側線は、唐津鉄道事業部唐津運輸センターとなっており、特に、地区飛線で運用する電車が多数留置されている。なお、唐津線は、 唐津駅から東駅までの一駅間のみ電化されている。東駅には唐津線や筑肥線の西側区間を扱う CTC センターが併設されており、列車運行管理や駅構内での車両入れ替えなどの運行管理業務については JR 九州の社員、出海札、収札業務は業務委託先である JR 九州サービスサポートの社員が行っている。出海札、 収札業務は月曜日、水曜日、金曜日、日曜日は朝、火曜日、木曜日、土曜日は夕方に実施している。なお、車内生産は、ひもすがらいていないため、ワンマンの場合でも全車両のドアから乗り降りできる。2019年度の1日平均乗車人員は503人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 駅前の国道上に昭和バスの西から津駅前バス停が設置されており、唐津市中心部方面と呼ぶ子町、玄海町方面のバスが発着する。ありがとうございます。